天皇杯予選を兼ねております。茨城県サッカー選手権大会準決勝、筑波大学対堺トリニタスの一戦をハイライトでご紹介します。筑波大学のスターティングイレブンです。前の試合から中3日ということもあり、平山コーチは複数名メンバーを変更しました。ゴールキーパー佐藤龍生、今シーズン公式戦初スタメンです。バック4は右から安藤俊樹、池谷銀次郎、諏訪間昴生、鈴木瑞希です。ダブルボランチは1年生の徳永亮が初スタメン、もう一人が加藤源です。トップ下に世良俊太、左右のウイングは田村聡輝、隅幸四郎、トップには半大雅人が入っています。サブのメンバーはご覧の通りです。今日は主将の山内翔、そして3人の副将がいずれもスタメンに入っていないので、4年生の世良俊太がキャプテンマークを巻いています。入学して以来初のこの腕章を巻いてのプレーということになります。決勝をかけた戦いが始まります。筑波大学は1回戦では流通経済大学に先制されましたが、内野幸太郎の2ゴールで逆転に成功、この準決勝に進出しています。一方、堺トリニタスは FC ラウディ守谷に、こちらも劇的な逆転でした。3対2で勝利しています。4分のシーンです。早速筑波大学にチャンスが訪れます。左サイドの田村がボールを持ちます。カットインからのクロスは半台へ、決定機でしたが決めきることはできませんでした。少しディフェンダーとボールが被ってしまったかもしれません。続いて7分のシーン、長いボールを使って前線前進します。これで現状3対3、隅が縦いってシュート、こぼれ球半台ですが、ここも決めきれません。こぼれ球狙っていたところまでは良かったのですが、シュートを少し浮かせるなど工夫があっても良かったかもしれません。それにしてもナイスブロックでした。さらに10分のシーン、リスタートからチャンスを作ります。ここで始めました。隅が少しこねて、田村クロスはまた半大が合わせましたが、これはクロスバーに当たってしまいます。これで3回のシュートチャンスを不意にしてしまったという形になってしまいました。筑波大学はここまで今シーズン公式戦4試合を消化して12得点3失点で来ています。ですが前半での得点に関しては12得点のうち3得点にとどまっています。後半まで力強い攻撃が維持できているということの裏返しではあるのですが、やはり前半に得点を上げてより優位に試合を進めてほしいという気持ちを、部員の多くは持っています。選手たちもそう思っているはずです。まだチャンスが続きます。セカンドボールの攻防を制して抜け出したセラ、ここもシュートまで行きましたがゴールには至りません。見た目と
違って実はかなりの快速の持ち主ですが、今シーズン2点目とはなりませんでした。境トリニタスは昨シーズンまでは茨城県1部を戦っていましたが、今シーズンからは関東2部の方にステップアップしています。それに伴い主に前線の選手を補強し、戦力の充実化を図りました。したがってサブにも怖い選手が控えてますので、早めに先制点を挙げたいところです。ですがこの前半はなかなか良いシュートが打てないというもどかしい展開にはなってしまっています。31分、筑波は今シーズンカウンター対応を課題の一つにしています。この境トリニタスもカウンターが持ち味のチームの一つです。今シーズン初めてスタメンを託されている佐藤龍生ですが、集中してトリニタスの速攻から90分間ゴールを守りきれるでしょうか。佐藤に関して4年生の高山潮樹が好調ということもあって、なかなか出番が限られています。名門大津高校でスタメンを張って選手権の決勝まで行くような選手ですので、このように出番が少ないという経験はおそらくですが初めてのことになります。今日もらったこのスタメンの機会をしっかりと無失点という結果につなげて、アピールにつなげたいという意気込みは持っているはずです。3日前も筋トレしていました。38分のシーン、安代のチェイシングでボールを奪ってショートカウンターというのは今シーズンここまである程度形になってきています。ただ今日はそのシュートの精度がなかなか上がりません。前半結局この緑の壁を破ることはできませんでした。0対0でハーフタイムを迎えています。後半のキックオフです。今シーズン公式戦で挙げた12得点のうち9得点がこの後半におけるものになっています。52分のシーンです。早速その後半ブーストが発動します。鈴木瑞希のパスから最後は半大雅人が決めました。前半今日は彼の日ではないのかなと感じてしまうシーンもありましたが、ハーフタイムでしっかりと精神統一をして後半最初のチャンスをものにしました。半大はこれで今シーズン公式戦4得点目です。ベンチに控えているもう一人のエースに負けじと1試合1得点に近いペースでゴールの山を築いています。60分のシーンです。ハーフライン付近からのロングシュートを佐藤が余裕を持ってかき出しました。佐藤の1ミリだったでしょうか。やりとしました。67分に3枚替えを行います。今日キャプテンマークを巻いた世良に変えて副将の竹内隆人です。3年生のこの竹内にキャプテンマークが託されました。また3試合連続2ゴール中の1年生内野幸太郎もピッチに送り込まれています。その1分後でした。セカンドボールを回収します。田村が少し運んで一度は取られかけますが、隅のクロス内野が頭で決めました。ファーストタッチのゴールでした。今日もこの内野が得点を挙げます。4日前の試合では価値ある同点ゴール、それから逆転ゴールを挙げましたが、今日は勝利を確信づける2点目を決めました。私たちは内野のご両親に感謝しなければならないかもしれません。体格も素晴らしいのですが、その体は万が一相手とフィジカルコンタクトを強いられた時のためであって、今シーズンここまで上げたゴールのほとんどは内野がシュートを打つ瞬間にはもう相手のディフェンダーはうちの見失ってしまっていることがほとんどです。
余裕さえ伺える脅威の子が加入しています。公式戦これで5試合で7得点となりました。そして76分、ついにこの人にも今シーズン初ゴールが生まれます。サイドでもらった隅、臨床性見せてシュート。これで3対0です。クイックネスとシュートもお見事でした。教科書通りニアハイに突き刺していきました。そして来てと声をかけたでしょうか。今日のベストショットだったかもしれません。10番が良い意味で少し軽くなったでしょうか。最後の攻撃をしのぎ切って試合終了です。前半はなかなか思い通りにいきませんでしたが、終わってみれば3対0、何事もなくこの準決勝を突破しました。決勝戦は5月の7日に行われます。対戦相手は流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎。流通経済大学の2軍と対戦することになります。茨城県サッカー選手権大会準決勝。筑波大学対栄トリニタスの一戦は3対0で筑波大学が勝利しています。今週末のホームゲームのお知らせです。4月29日土曜日の午後2時キックオフで明治大学と対戦します。こちらは関東大学サッカーリーグ第4節首位攻防戦となりました。今シーズンの筑波大学蹴球部のスローガンは共に頂きをと書いて協調です。皆様と共に現在位置している関東リーグの首位の座を防衛したいと考えています。お時間のある方、ぜひこの筑波大学第一サッカー場に足を運んでいただき、共に戦っていただきたいです。ご検討よろしくお願いいたします。